ンネルへようこそ。お元気でしょうか。皆さんその後フォアハンド、そしてバックハンド、調子はいかがですか。しっかり打ててますか。今日はフォアハンドとバックハンドに続いてフォアハンドボレーの動画を作っていきたいと思います。まずフォアハンドボレーのグリップの持ち方を説明したいと思います。コンチネンタルグリップになるので横から合わせたらここの一つ目の上のぺったんこになっているところじゃなくて二つ目のところに合わせて人差し指を置きます。そして人差し指はドラえもん握りじゃないのでしっかりと手を広げて、このように広げてしっかり支えれる面積を広く、こうやると安定感がちょっとなくなってしまうので手を広げることによってしっかりグリップを握ってパワーをここで支えることができます。まずフォアハンドボレーを打つときに一番大事な一つ目がしっかりとスタンスでスプリットステップをすることです。この時にボールが来ると思った瞬間にすでにスプリットステップして準備をするようにしてください。しっかり膝を曲げて足は肩幅より少し広くして、ネットがもちろんあるのでしっかり姿勢を低くしないとボールをネットの上越えることができないので、しっかり低く体勢をセットしてスプリットでしてターンします。でターンした時に2つ目一番大事なこと、ラケットを後ろに引っ張らないこと。ターンした時にはスプリットしてターンしたらもう体と一緒に横に来るだけなので、自分の体よりラケットを後ろに行かないようにしてください。しっかりスプリットしてターンして、自分と体と同じところが、これテイクバックになりますけど、そこもしっかり手首を固めて、あとは足で前に押す感じ、足で前に押すだけでパワーが出るようになります。スプリットターンして足で前で、3つ目が今も言ったんですけど、しっかり足でストンプ、英語ではストンプって言うんですけど、しっかり左足でステップ、前に斜め前にステップするようにしてください。必ずボール打つときはフォアハンドと一緒で打点は必ず前なので、前に取りに行く感じ、ボールを誰かこう誰かにハイタッチをしに行くときみたいな感じで前にストンプして打点をしっかり前で意識するようにしてください。はい、そしたらボレーを打つときにしっかりボールを当てるときのイメージとしては、ラケットヘッドは必ず立てた状態にしておきたいです。なのでラケットヘッドがこのように落ちてこうやってボレーは打つのはダメです。手首をしっかり固めているとラケットヘッドが立つようになるので、しっかりここで固めてこの90度のイメージを持って、ぴったり90度っていうのはちょっとしんどいかもしれないので、できるだけ立てて、面はヘッドは立ってて、面は少し開く状態です。ぴったりこうやって平たくするとボレー打った時にバックスピンかかってないと、スピンかからずにこうネットを越すことも難しいし、スピンがかかりづらくなってしまうのでコントロールも少し減ってしまうので、しっかりラケット面は少しだけ開いた状態で打つようにしてください。ボレーを打つときにラケットの面が少し開くようにするっていうのは、ここにいたときにラケットの面を考えるとこの状態だとすごい平たいイメージなのが分かりますか、見えますか、平たくなってるんですけど、ボレーを打つときは少しだけ開くイメージ、そうするとこの動きが入るときにしっかりこの斜めがあるとスピンがかかるようになります。こうやって打つとバックスピンがちゃんとボールにかかってコントロールが効くようになるので、このように打つのをおすすめします。こうではなく少し開く。
これからフォアハンドのボレー少し練習していきます。このボレーの動画を見ながら解説少ししていきたいと思います。まずフォアハンドボレーの基礎、先ほども少し話したんですけど、ボールを打つ前にはスプリットステップ、そしてターンして左足で前にステップインするので、ボールにパワーを伝えることです。まずスプリットステップ、このスプリットステップは相手がボールを打つ前に自分が準備できるためのスプリットステップです。これを入れることによって1歩目のステップと反応の動きがすごく良くなります。ベースラインでフォアハンドとバックハンドを打つ前にもこのスプリットステップはするように前回の動画では言っているんですけれども、このボレーではネットに近づいている分コートが短くなっています。ということはベースラインでストロークを打っている時よりも相手が打ってくるボールはより自分に早く届くようになります。そして一体どのタイミングでスプリットステップをしたらいいんだろうって思っている方もいると思うので、スプリットステップは基本相手の方に自分の打った一つ前に打ったボールが飛んでいってバウンドして相手が打つタイミングの前の時にスプリットステップをします。それと同時に相手のことをしっかり見て準備していると相手のフォーム、そしてポジションによって相手がどこにボールをどんな風に打つのかも少しずつ見えてくると思います。練習中このスプリットステップをしっかり意識して、ボールを打つ前には必ずスプリットステップっていうのを癖づけてください。相手がどんなボールを打とうと準備できるためにはこのスプリットステップがすごく大事になってきます。次はスプリットステップに続いてボールを打つ前のターン、テイクバックとは言わない理由は、テイクバックっていうのは後ろに引っ張るっていう意味なので、ボレーの時は必ず引っ張りたくはないのでターンっていう風に説明していきたいと思います。フォアハンドボレーを打つ前はスプリットステップして、その後に肩をターンしてあげてください。前向いたまま腕だけ後ろに引っ張って打つのはダメです。肩をターンしたところからそこからはもう前に行くだけのモーションでボレーが打つことができます。よくボールを強く打ちたいからといってこのテイクバック、ターンしてターンだけの分でいいのにそれ以上に手首で後ろに引っ張ってしまう方が多いので、テイクバックするときは必ず意識して大きすぎないようにしてください。そして最後はステップイン、この左足でボールを打つときに同じタイミングで前に行く動作でパワーをボールに伝えることができます。ボレーを打つときは相手のパワー、相手のボールに乗っているパワーを利用するのもあるんですけれども、腕ではなく自分の足、自分の体重をボールに乗せることを意識するようにしてください。今話した基礎を全部意識しながらボレーを打つとすごくいいボレーが打てるようになると思います。皆さん、今日の動画いかがでしたでしょうか？私の説明でフォアハンドのボレー少し分かりましたか？ちゃんと説明でちゃんと通じてたらいいんですけど、もし分からなかったら何でも質問の方をコメント欄にぜひ書いてください。読んでるのでできるだけ返事返すようにします。次はフォアハンドボレーに続いてバックハンドボレーの動画も載せていくので、ぜひお時間ある時見てください。皆さん、最後まで動画見てくださってありがとうございます。これからもいろいろとたくさん動画載せるのでぜひ見てください。あ、チャンネル登録されてない方、ぜひチャンネル登録のボタン、そしていいねボタン、コメントなどもお願いします。いつもありがとうございます。またねー。